特別今回そこに行く。今週のレフェリーは第42代日本ミドル級、そして2階級制を果たした第22代日本スーパーウェルター級チャンピオン、ビリーマーチン。ではカシミボクシングジムアジアンボクシングクラシック特別公開スパーリング3分3ラウンドをご覧いただきます。まずは赤コーナー、プロ戦績は32戦31勝、敗戦は世界タイトルマッチにおける1敗のみ、そして31勝のうち14勝のノックアウト、フィリピンバクロドシティ出身のカシミジム所属、現在のランクはフェザー級における世界ランク WBC 第10位、 IBF 第9位、そして WBO 世界フェザー級第4位、元 WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級、そして2階級制覇、元 WBO アジアパシフィックフェザー級チャンピオン、ジャネスそしてもはや多くの説明を必要としない、我々の想像を絶するスピードで急成長を続けている我が国が誇る怪物が青コーナー、プロ戦績は16戦全勝、全16勝のうち14勝のノックアウト、大橋ジム所属、前回級を通じての最強ランキングとされるいわゆるパウンド・フォー・パウンドのトップ5に上がってきた元 WBC 世界ライトフライ級、前 WBO 世界スーパーフライ級、そしてまたもや日本最速という記録とともに112秒でこの惑星全体に衝撃を与えて3階級制覇を達成した今の場合の WBA 世界バンタム級チャンピオン、モンスター井上尚弥。
남은 것들 왜?
もう一気にダウンしてるよね。若手同士だったね、まあ、すごく気にする感じで、まあ、面白い展開でしたね、は
前進方法だったんですが、実は今回のこの特別公開スパーリング実現したのはちょっと井上選手からのそういったお申し出もある、そういったところも聞いたんですが、今回金沢のリングにこの試合が実現したきっかけを教えてください。そうですね、まあ、自分は10月あたりに、まあ、WBSS の初戦でそのサウスポーの選手、まあ、控えているんですけど、まあ、自分が試合前に前から、その、まあ、柏木会長、セルバニア選手、なんか横浜まで来てもらって、練習させてもらってるんで、やっぱり恩返しという気持ちを持って、今回、金沢まで来ました。簡単に言えば世界真のナンバーワン決定戦のトーナメントがあります。その初戦10月に大事な試合が控えている中ですが、このセルバニア選手との仲を持って、そして来ないといけないでしょうということで、この金沢のリングに上がってくれたというこの井上選手ですが、セルバニア選手どのような選手ですか。やっぱりその基礎から出してくるパンチというものだったらすごい見づらいというか、やっぱり基礎がしっかり選手なので、ものすごい練習になりますし、非常にもう世界を次新しいアタックする選手ですね。
まあ簡単な道のりではないですが、必ず優勝しますので皆さん楽しみに期待してください。 大きな拍手を。